のくさんこんにちはそして体のエーダのファンの皆さんもこんにちはかち塾の久保ですいやあのねノクさんとこうやって一緒に動画のやり取りしてるじゃないですかでノクさん本当に思うんですけどもなんかくちゃんさんもねそれからリピさんもそうですし渡辺水香さんその他ね体のエーダの発信されてる方って本当に今ちょっと言いそびれちゃったかもしれませんけども本当に戦友みたいな感じですよね一人一人と体のエーダについて熱く語り合ったり チャールズさんこんなこと言ってたよねとかねこれはそういう意味なんじゃないのみたいな感じでやり取りしながら、まあ、励まし合い鼓舞し合いながらなんかやっぱここまで来たなってことですよね今の時点で一応あの体の枝をプレセールで買ったチームとしてはねみんな贈り人と言えますただ決済のタイミングを気をつけないといけないと思いますんで、まあ、一応ね含み益という形だと思いますけどもそこにタイミングよくですねステーキングっていうのが始まって。 ノクさんが言われるように1年経ったんですねあっという間ですねうんなんか長いようで短かった、うん、私のインターネットビジネスというね大きな括りで言うと私40歳からパソコンを始めてインターネットの世界に入ったんですけども最初はアフィリエイトぐらいしか見えてなかったんですよでアフィリエイトをやりながら まあ、後半でね、カメラ転売ってのをやったんですけども、カメラ転売はインターネットビジネスなのかなと思いながらもね、まあや、やらせてもらって、それから2017年から FX、そして投資の世界に入りました。暗号通貨に本格的に入ったのもこの辺りなんですよ。なぜ本格的かっていうと、私はもともとね、プレセール、あ、カルの間のプレセールは、その、ネットワークビジネスの一環として気に入ったんですよね。で、ネットワークビジネスの商品が、化粧品でもサブリでもなくて、 バーチャルの暗号通貨ってものになったときにあついにここまで来たかと情報がネットワークビジネスの商品になるってことは在庫をね抱えて押し入れがいっぱいになることもないしこれやりやすいなとで同時にですね在庫がないもんですから負担感がなくってかなり売れるんじゃないかなと思ったんですよねプレゼンもないですしねうんで本当に暗号通貨のセミナーは盛んでした2017年2016年あたりからかな 2015年までは YouTube が盛んだったんですけどもその YouTube をもって集客して落としどころが暗号通貨みたいなのが2016年2017年と始まったと思います私自身は暗号通貨の成立はしなかったんですけどもただ体の枝の成立の会場にはね多くの速化塾の熟成さんを呼んだ覚えがありますその中で大体1割ぐらいの方が体の枝を何単位かご購入されてですねそれから上場まで ずいいぶんんんん長かっったんで久保さんこれれ詐欺ななじゃないのてて言われてね私も肩身の狭い応援した覚えがありますそれである時ね体の枝を勧めてくださったある方にいつになったら上場すんだよみたいなことね食ってかかったんですようちの塾生に顔向けできないよみたいな感じで本当に怒ったんですよそしたら「久保さんそう思うんだったら全部買い取りましょうか」いいですよ」「買った値段で私に渡してください」「いいですよ」って言われたんですよその時に「おや この反応はと思ったんですよねそうだな確かに購入した金額が戻ってきてもどうせ私のね浪費に消えるだけだだったら未来にお土産を残しておこうかなと思ったんですよそれから私は考え方を変えて「体のエダが市場で売れれば売れるほど価格が上がっていくんだ」っていうふうなね当たり前の理論にたどり着いたんですよそれから私は体の枝を買いましょう広めましょうっていうふうなね YouTube をランダするようになりましたその中で渡辺水香さんとかね奈美さんはもともとなんですけどもカルドネーダーに関わる方全てと出会ってきたような感じですただカルドネーダーの発信をしてる人の中にはなんかね私を攻撃する人もいたみたいで <laughs> あその方が誰なのかよく分かりませんし見に行ったことはないんですけども YouTube でね「そっかその久保ってやつはね」とか言ってね言うんですよお互いカルドネーダーホールダーのくせに。 何なんだろうなと思ったらその人はカダの枝ダで人を集客してその他に別の暗号通貨を売ってたらしいんですよねでその方のファンの方はせっかくのカダの枝ダの含み益がそっちのよく分かんない通貨の方で投資してきて全部吹っ飛んじゃったみたいなねまあ、ですんで今手元にカダの枝ダないみたいなんですようん上場後に決済しながら少しずつ投資していってなくなっちゃったみたいなね 上場後の価格ってやっぱり2円とか5円とか10円だった時あるじゃないですかあの時に全部放出して現金に変えてそれがなくなっちゃってあれをね持っておけば今とかやってね最近私のところに愚痴を寄せてくださってるんですけどね本当に気の毒だなとだから情報っていうのは発信した人のせいでもあるんですけども受け取った人がどういうふうにそれをね解釈して使っていくかなんだろうなと思います世の中にに無数に情報が溢れていますし A さんととと B さささんんんん C いいうのはいろんな情報を持ってます A さんに持ってる情報は B さんが持ってないかもしれませんし B さんが持ってない情報を C さんが持っているかもしれないだから A さん B さん C さんを紹介する人がいた時に紹介された私たちは誰の話を聞きに行くのかもしかしたら全員聞かないかもしれませんし全員聞きに行くかもしれない自分で選んだ上で情報にアプローチしてその情報を自分で選択して さらに一歩進めるのか、それとも手放して次に進むのか、全部自分の世界ですよね。うん。私何もかもね、自己責任っていうつもりはないんですよ、この世の中。生まれて死ぬまでに仕方がないこともあると思います。でも、暗号通貨、投資、ビジネスに関しましては、どう考えても私はビ自己責任だと思いますね。ですんで、泣きは許されない。うん、このビジネスの世界ではね。ただ、生きることとか、友情とか、 愛情とかっていうのは自己責任ではなくてこれは皆さんのおかげかなと思ってもいいんじゃないかなといろんなつながりとは思っていいと思いますえそして私の場合はビジネスとプライベートをちょっとね組み合わせてねビジネスがうまくいったのも結局は商品を購入してくださった皆さんのおかげだなとありがとうございますということにもなりますし投資でうまくいったとしたら自分のね見る目が良かったのではなくてその商品を 愛情を持っって紹介してくだださった方のおかげななんんろううと思ででですよですよね私は今体の値段がここまで価格が高くなったことを見てですね自分も誇らしいんですけどもそこじゃなくて今までいろんなね方に関わってきたそれこそスピンドルコインを勧めてくださった方クローバーコインを勧めてくださった方ノアコインを勧めてくださった方言ってみればですねそういう方の勧め方が下手だったから私は手を出さずに済んだということも言えるんで <laughs> プレゼンがね上手な人だったらもしかしたら私ねそういうのを分散投資だとか言ってもしかしたら買っちゃったかもしれないですね。というところでねちょっと皮肉めいたことにもなりますけどもやっぱ物事を正確に伝えるためにはいろんな伝え方がないといけないなというところですね。はいそれでカルドネイダーを私に勧めてくださった方は本当に丁寧な方だったんだなと思いますし私が信頼していた友人でもあったんでね。 今もう縁は切れちゃいましたお互いに隠居になりましたんでね、うん、でも本当にすごいなあと思いましたね、まあ、その方は私よりもだいぶ何十倍も買っていたんで今とんでもないところに行ってると思いますけどね <laughs>、うん、でもなんかねノクさん一緒にこのカラデネーラっていう船に乗っていて今でも一緒に乗ってると思うんですよよかったですねこれ一重に私たちが儲かったからよかったってことだけではなくってあの有益な情報とか それから時間とお金に余裕がある分いろんな人の役に立っていけると思うんですよきっとの奥さんはそういう方だと思いますのでこれからいろんな方のお役に立つ情報発信もされると思いますしたくさんの出会いを大切にされる方だと思うんですよそして紙サプライズへの挑戦っていうのもねやっぱりお金と時間に余裕がないとできないですもんねそういう意味で言うとやっぱり頭の紙のことでね悩んでる方の先駆けになるんではないかなと思っております ままた紙サプライズのレポートよろししくお願いします私もね昨日エステに第2回目行ってきたんですけども肌の方ね美顔ガンエステの体験これをねまた出していこうかと思いますんで1か月に1回の施術なんですけども3日ぐらいでね効果が出ますんでもうこれもねあさってぐらいにはもうキリッとしてかさぶたが取れて黒いのが取れて白くなった肌を見せることができるんじゃないかなと思います、えー、そしてこれからね小野田さんのところに行って小野田さんが東京で あの来年あたりですけどねあのヘアメイクと上から下まで意識の服となんかねそのいろいろとプレゼントしてくれるらしいんですよなんかいけてる50歳になろうみたいなねそんな呼びかけをしてくださって全部おごってくれるみたいなんで、えー、ちょっとねお世話になろうかと思いますまあそのいけてる50歳になろうぜチームにノクさんもよろしかったら <laughs> ご一緒くださればと思います私も50歳になる時にね あの本当に男の50代っていうのは本当に面白いと思いますよ40代もまあまあだったんですけどもノクさんとねこれからますます楽しんでいけるんじゃないかなと思うだけでワクワクして、えー、私とはねあの本当に年代同じですけどもちょっとノクさんがね私よりも先輩ということでいろいろ教わりながら学びながらたえ合いながらやっていこうかと思います本当にありがとうございますそれでは長いメッセージになりましたけども以上です これからもよろしくお願いしますじゃあライブの方もねよろしかったらご参加ください